皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の6月の17日月曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、日本時間の夜の9時32分ということで1時間ちょっと遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、英国民は EU 離脱、ブレグジットという国民の運命を左右する重大問題を最終決定する次期首相をなぜ直接選挙で選ばないのかと、こういう非常に素朴な疑問なんですね。これは日本と関係してるんですけど、同じ議員内閣制というとんでもない一見民主的な制度なんですけど、実はその正体っていうのは独裁、内閣総理大臣、首相が国権を、最低2つの国権ですね、日本の場合は3つの国権を1人の内閣総理大臣が握っちゃってるという、とんでもない独裁的な制度であるという正体が隠されているから、誰もそのことを批判しないと、問題にしないと、こういうことなんですね。ということで、今日のワイワイニュースライブ、通算で2799回ですから、明日で2800回になりますね。それで今年の6月の25日で、このワイワイニュースライブ放送を開始して、7年なんですね。ということで、節目、の回数になるということですね。ということで、今日の放送も一元放送ですね、ツイキャステレビの媒体で、正面から音声、それから映像問題なく配信されているということで、今日の放送を始めたいと思います。で、最初はですね、先週の金曜日、放送しました6月の14日放送のメインテーマ、私が考える利権特権を認めない普通の市民による市民革命政権政権公約案の1から21と、これをですね、YouTube にアップして、くれまして、このような表紙を作ってくれたんですね。で、なかなか今回の表紙は難しかったと思うんですね。でもこのように、パスポートみたいなものにですね、タイトル、私が考える政権、利権特権を認めない普通の市民による市民革命政権、政権公約案ということで、1から21ということで、2019年6月14日、山崎康彦という非常にも何ていうか印象がストレートに伝わる表紙になってますね。ありがとうございました。それで現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが451名様、それから YouTube が942名様で、全部で1393名ということですね。そして今日の映像ですけど、また香港で史上最大200万人のデモが敢行されたということで、すごいですね。先週の日曜日が100万人だったんですけど、倍する200万人、史上最高ですって。これが AFP の記事ですね。条例改正撤回と長官辞任要求、幹線道路は交通再開、香港ということで、この人ですよ、200万人ですよ。そして田中隆作さんが香港に飛んでってんですね。で、すでに取材をしているということで、彼の最新の記事ですね、田中隆作ジャーナル、立法院の敷地内を占拠した香港市民たちということで、すごいですね、国会の中
でこのように座り込みをしていると、1000人ぐらいみたいですね。で、さすが、先週はですね、催涙弾とか、あるいは、ゴム弾で大弾圧をした、警察は、かなり批判にさらされて、今回は武力行使をしてないということで、約1000名の人たちが、立法院の敷地内に、このように、座り込んでいるというのが、田中隆作さんの最新の写真と記事ですね。それから東京でも年金返せ年金という年金デモが2000名ぐらいの規模で、昨日ですか、行われたということで、おそらくこの年金問題っていうのは安倍の致命傷になるでしょうね。ということです。ここまでのあれをアップしますね。先週金曜日。それから現時点での視聴者数、それはまあ1500名以上になるでしょうね。だいたいまあツイキャスで500名様から YouTube で1000名ぐらいですね、毎回視聴されてる方が。そしてメインテーマを翌日のブログ記事としてテキスト化して配信してるんですけど、それもおそらくですね、グーですね、グーのブログで配信してるんですけど、大体まあ1000名ぐらいの方が訪問してるということですね。ということです。それから今日の映像ですね。史上最大200万人という年金デモで日本も200万人決起せよとね。から田中隆作さんの写真ということですね。皆さんからのコメント、ヘチさん、この年金改正デモの動画、ツイッターで流れていた動画を見ましたと。昼の NHK ニュースはスルーでしたが、テレビ報道はあったでしょうかと。あったのでしょうかと。ちょっとテレビ私見てないんでわかんないんですけど、皆さんどうですかね。どっかやったんじゃないですか。TBS ぐらいはやったんじゃないですかね。から、子猫ブルーアイ&平和さん。今日のメインテーマですね。放送中ですね。ヘチさん。お茶、こんばんは。砂ずきんさん、今日のメインテーマ、リツイートしてくれましたね。子猫ブルーアイさんが、コンティニューコインと、それから、お茶バク10、コンティニューコイン、こんばんは、配信ありがとうございますと。初耳さんが、いつも、大量のコンティニューコインですね。今日も1、2、3、4、5、6枚ですね。それから、必見ですと、ワイワイニュースライブ、パソコンから配信中ということで、今日のメインテーマですね。リツイートしてくれました。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。から石森さんがコンティニューコイン配信ありがとうございます。からこの放送の前ですね、砂ずきんさん、福祉革命へ解散だということで、本沢二郎さんの日本の風景3347ですね。から砂ずきんさん、北アメリカとヨーロッパの大衆いい加減に目を覚ませ、全くと。マスコミに乗らない海外記事という、そういうことですね。ということで、次に今日の推薦図書のもうかなり、最終章に入りましたんで、今日は99回目の朗読ですね。石井紘基さん、日本が自滅する日と。
官僚経済体制が国民のお金を食い尽くすということですね。で、第4章、構造改革のための25のプログラムの第1節、官企業の全廃がもたらす経済の覚醒で、プログラム11ですね。ですからこの第1節の今日は最後なんですね。半ページぐらいですからすぐですね。読みます。プログラム11、200万人が失職するが600万人の職が生まれるということですね。以上述べてきた行政企業の廃止に伴って200万以上の離職者が出るだろうと。200万人というのは特殊法人、認可法人関係の約7割と公益法人、地方公共関係の約4割を合わせた人数であると。しかし官製経済から市場経済の革命が行われれば、市場の一部が活性化され、行政企業に活動を封じられていた経済分野で当面少なくとも600万人の職が創出されるだろうと。これまで行政企業が占有していた事業が市場に放出されると同時に、行政企業維持のために設けられていた行政の権限や法規制が取り払われ、市場で資本の拡大再生産活動が生まれるからだと。しかも200万人の離職者といっても、この中には公務員などとして官公庁からすでに退職金を受けたことがあり、年金なども十分に保障されている人々も多いと。例えば地方公社に勤める50万人のうち半数はそのような人々であると。残りの人々にしても厳しい民間の雇用環境から見れば、大方左内輪の行政企業が廃止となったもので、一時的に職を失ったからといっても、それは理解してもらわなければならないと。雇用問題については別途触れると。とはいえ、一般の職員に対しては2年間ぐらいの特別失職保障を準備すべきであると。このための予算は莫大な無駄遣いからすればわずかなものであると。こうした一連の断固たる処置の上に第2、第3の変革プログラムを打ち出すのであると。まあ大枠は正しいでしょうね。ということで、明日が第2節なんですね。権力の市場からの退却と。プログラム12、特別会計財と補助金を原則廃止すると。核心に迫ってきましたね。これが1ページ、2ページですね。ということで、明日プログラム12を読みます。砂月さん、初めて議員になる方へ、ご覧だ、議員じゃない。初めて、ご覧になる方へ、山崎氏のキャスは一行コメントが集団話、行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということですね。そうなんですね。ぜひツイッター連携をしていただきたいということですね。砂月さん、年金は使ってしまえ、厚労省課長会記録に記された驚きの真実ということで、18年8月25日、マグマグニュースか。そうなんですよ、年金なんか使っちゃえというのが年金官僚でしょうね。そして今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ、英国民は EU 離脱、ブレグジットという国民の運命を左右する重大問題を最終決定する次期首相をなぜ直接選挙で選ばないのかと、こういうことなんですね。で、メイ首相は EU 離脱の軟着陸に失敗して辞意を表明したが、次期首相は国民が直接選挙で選ぶのではなく、議会多数派の保守党の国会議員の中から選ぶことになっていると。国論を二分し、国民の運命を左右するほど重要な政策の一つである
EU 離脱問題を最終的に決定することになる次期英国首相が、全国民の投票ではなく保守党の国会議員と党員だけで決定されることに誰も異議を唱えないと。これは何なんだということですね。なぜならば、英国が採用している議員内閣制の正体が巧妙に隠されているために、英国民も、それから日本もそうなんですね。英国から来た議員内閣制なんです。日本国民と同じく騙されてるからだということなんで、議員内閣制とは何かと。これは国会ですね、下院の多数派を占める政党の代表者が行政のトップである首相に就任するという制度と。この議員内閣制は一見して民主的な制度に見えるが、実はとんでもない独裁的な制度なんだということなんですね。それが正体なんですね。なぜならば、議員内閣制によって国会下院の多数派政党の代表者が首相となるのであるから、その時点で首相が2つの国権、立法権力と行政権力を同時に支配するという独裁者になってしまう制度なんだと。ですから、議員内閣制と王制がある英国と。で、日本は議員内閣制と天皇制があるということで、非常に似てるんですね。で、英国も日本も議員内閣制と王制、あるいは天皇制があるという点で、非民主国家であり、非民主国家であり、非主権在民国家なんだと。で、さらに、日本が英国よりも最悪なのは、日本国憲法第6条2項の規定で、日本の首相に天皇の名で、ですね、最高裁長官の任命権が与えられているということなんでね。これはもう何回も言ってますけどね。日本国憲法第6条の2項、天皇は内閣の指名において基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命すると。これが非常に巧妙なんですよね。だから、すでに非常に微妙なところは、日本国憲法で微妙なところはですね、天皇の名において、天皇を持てるんですね。で、この憲法第6条の2項、最高裁長官の任命権を、なんで天皇はっていうふうに、天皇が主語なんですか？天皇は内閣の指名に基づいて最高裁の長たる裁判官を任命すると。だから、国民によりストレートに分かりやすいのは、内閣総理大臣は最高裁長官の任命権を有するというふうにストレートに書けばいいのに、それをごまかすためにですね、天皇はっていうふうに天皇を主語にするのね。そして内閣の指名に基づいてと。ですから、天皇の国事行為として内閣が指名した最高裁長官の最高裁長官を、内閣の指名に基づいて天皇が任命するから、これは天皇の国事行為だと、国政行為ではないということなんですけど、これが巧妙に隠されてるんですね。要するに、この議員内閣制、日本の場合ですね、首相は、内閣総理大臣というのは、衆議院の議席の過半数を握った政党、自民党ですね、の代表者が同時に内閣総理大臣に就任すると。で、さらに、この憲法第6条の2項の天皇の名において最高裁長官の任命権を持つということですから、三権、国権の3つを1人の人間、内閣総理大臣が持つというとんでもない独裁体制の制度なんですよね。その正体が巧妙に隠されているということなんですね。で、日本の首相は2つの国権、立法権力と行政権力に加えて、司法権力、最高裁も一人で支配する絶対的独裁者となってんだと。だから、日本の安倍っていうのは、安倍の個人的な
いわゆるヒトラー的なですね、社会的、人格が破壊された、異常者なんですけど、ただ彼の個人的な異常性だけで、今の安倍晋三の独裁体制はの謎は解けないんですね。で、彼はこの日本独特の3つの国権を内閣総理大臣が実質的に支配できるという、この議院内閣制と、それから日本国憲法第6条2項の規定によって、プラスかける彼の独裁的な性格、異常性が掛け算になっているということなんですよね。ですから、この日本における議院内閣制っていうのは絶対的独裁者を作るんだということ、これを指摘する人は誰もいないんですね。専門である憲法学者、政治学者、あるいは野党の政治家、あるいはマスコミ、あるいは市民運動家、誰も批判しないですよね。議員内閣制っていうのは、議員内閣制っていうのは一見すると民主的な制度に見えるんですけど、実は独裁的な制度そのものなんだということなんですね。で、日本も英国も本当の民主国家、本当の主権在民国家になるためには、共に議員内閣制を廃止すると、そして国民が直接選挙で行政のトップを選ぶ大統領にすべきなんです。大統領制にすべきなんですよ。で、同時に日本も英国も本当の民主国家、主権在民国家になるためには、王制、そして天皇制を廃止すべきなんだというのが今日のメインテーマの結論ですよね。そして関連記事として、これは日経新聞ですけど、英与党党首選、ジョンソン氏が初回首位と、7人が2回目へということで、いつ決まるんですかね、これ。7月の19日から20日にかけて、投票が実施されるということで、ということなんですね。ですから、誰も批判しないんですよね。これほど英国の国論を二分し、国民投票でたった3%か4%の差しかなかったわけですよね、3年前かな。そしてその後、このブレグジットっていうのは大変なことなんだということが国民の中に浸透し、けんけんがくがくの議論があって、まとまらないということで、まとめようとしたメイ首相がもう無理だということで、辞意を表明したというほど重大な問題なんですけど、この問題を最終的に決定する立場になるのが次期の首相なんですけど、この次期の首相を同じ保守党の中の国会議員7人の中から選ぶと、それも国民投票じゃなくて、保守党の党員でしょ、党員投票で決めるんじゃないですか。党員投票と国会議員の投票で、これほど全国民の運命を左右し、国論を二分するほどの重大問題を最終的に決定する次期首相が、たかだか議会で過半数、下院で過半数を握ってる政党だけで決めるってことに対して、誰も疑問に思わないと、誰もおかしいんじゃないのと、国民が全員直接で選挙で選ぶべきじゃないのと、大統領制にすべきじゃないのと、議員内閣制っていうのはおかしいんじゃないのと、こういう意見が全然出てこないですね。何なんだと。日本もそうですよね。安倍のこれほどまでに独裁的な権力を行使して、そのまま誰も阻止できないということの、先ほど言いましたように、
重大な欠陥があるんですよね。それは最大の欠陥というのはこの議院内閣制なんですよね。日本の場合はさっき言いましたように2権どころじゃなくて3つの国権を最高裁長官の指名権まで内閣総理大臣が握っちゃってるという絶対的な独裁者に、を生み出す制度こそが問題なんですね。そのことを誰も批判しないと。だからイギリスと同じように議員内閣制の独裁者を生み出す正体が巧妙に隠されているから国民は気がつかないと。専門の野党の政治家とかあるいは政治学者とか憲法学者とか学者も何も言わないというひどい状態なんですね。というのが今日のメインテーマです。砂月さん、皇室も宮内庁次長を送り込み、電通も桜井翔パパを送り込みということですかね。桜井翔のパパっていうのは電通の役員になったんですかね。砂月さん、天皇を隠れ蓑に使うごまかしと見せかけの三権分立ということですね。三枝クララさん、コンティニュー公演ですね。砂月さん、年金は使って、あ、これ読みましたね。ということで、今日のメインテーマをアップしていきます。あ、今日のあれですね、推薦図書。これもちょっとアップしておきますかね。プログラムの12ですね。200万人が失職するが600万人の職が生まれるという。そして今日のメインテーマですね。英国民は EU 離脱、ブレグジットという国民の運命を左右する重大問題を最終決定する次期首相をなぜ国民が直接選挙で選ばないのかということなんですね。で、メイ首相はブレグジットの軟着陸に失敗したんですね。で、辞意を表明したということで次期首相を下院議会多数派の保守党の党員が保守党の国会議員の中から選ぶと、今7人の候補者が出ているということなんですね。でも国論を二分し国民の運命を左右する最重要政策の一つである EU 離脱問題を最終的に決定することになる次期英国首相がですね、全国民の投票で選ばれることなく下院の多数派をたまたま占めている保守党の党員と国会議員が7人の中から選ぶということに対して誰も異議を唱えないという摩訶不思議なことが起こったんですね。なぜ誰も異議を唱えないと、と米国が採用している議員内閣制の正体が巧妙に隠されていると。だから日本と同様英国民も騙されていると、その正体を知らないまま一見民主的な制度だというふうに騙されているわけですよね。で、議員内閣制とは国会下院の多数派を占める政党の代表者が
行政のトップである首相に就任するという制度と。これが議院内閣制なんですね。で、この議員内閣制は一見して民主的な制度に見えるが、実はとんでもない独裁的な制度なんだと。独裁者を生み出す制度なんだということなんですね。で、なぜならば議員内閣制によって国会下院の多数派政党の代表者が首相となるので、その時点で首相が2つの国権、立法権力と行政権力を同時に支配する独裁者になってしまうという制度なんですね。だから何でもできるわけですよ。で、議員内閣制と王制がある英国は、議員内閣制と天皇制がある日本と同じく非民主的国家であり、非主権在民国家なんだということなんですね。で、さらに日本が英国よりも最悪なことは、日本国憲法第6条2項の規定で、日本の首相に天皇の名において最高裁長官の任命権が与えられていると。とんでもないことが起こってるんですね、これ日本では。だから裁判所が全部安倍政権の言いなりということなんですね。天皇の名のもとで、ここが非常に巧妙なんですよね。日本国憲法、天皇は内閣の指名に基づいて最高裁長官、最高裁の長たる裁判官は任命すると。だから微妙な問題があると、天皇を死後に持っていくんですね。そしてもう戦前から、日本人は天皇っていうともう思考停止状態になるわけですよね。で、日本の首相は2つの国権、立法権力と行政権力に加えて司法権力、最高裁も一人で支配する絶対的独裁者となっていると。異常なんですよ、これ。そのことを誰も批判しないと、指摘もしないと。これ一体何なんだと。このことを指摘し批判する日本人は誰もいないと。政治学者何やってるんですかね、憲法学者何やってるんですかね。で、日本も英国も本当の民主国家、本当の主権在民国家になるためには、共に議員内閣制を廃止して国民が直接選挙で行政のトップを選ぶ大統領選にすべきなんですよ。で、日本も英国も本当に民主国家、本当の主権在民国家になるためには王政と天皇制を廃止すべきなんだと。だからそういう意味で英国民と日本国民は連携して議員内閣制と王政天皇制を打倒する戦いに共に連携して戦えるということだと思うんですね。それで今日の関連記事として、与党党首選、ジョンソン氏が初回首位か、7人が2回目という内輪ですね。内輪で、重大な英国民の運命を左右するほど重大な、最も重大な政策の一つであるブレグジット、EU 離脱問題を最終的に決定する次期首相を、本当の少数の人間、保守党の国会議員と保守党の党員が決めちゃうと。
ということが当然のごとくまかり通っちゃってるというのはおかしいんじゃないのということなんですね。ということです。今日は早いですね。35分22秒ですね。23秒。同時で視聴されている方が51名様、全部で73名様、コメントが31件ですね。だからジョンソンが首相になれば、彼は合意なき離脱派ですから、そういうふうになるんですよね。そうすると英国は想像以上のダメージを受けるということがもう目に見えてますよね。ということで、本来だったらメイ首相が国民投票を実施すべきだったんですよ。最終2回目の国民投票で何回でもやればいいんですよ。そして、本当に国民がこのブレグジット、EU 離脱に関してそのメリットとデメリットを全部分かった上で、どっちを選ぶのかという国民投票を実施して、それに従って、政策を決めればよかったんですけど、彼女は頑なに2回目の国民投票を拒否してたんですね。そして、いろんなところに自分の提案、妥協案を提示して、EU 委員会にも提示して拒否され、そして、妥協案を見出して、でそれも英国議会下院で拒否され、そして最後は保守党の内部でも離脱者、離反者がどんどん出てきたということ、で最後はなんか労働党までも、労働党にも泣きを入れたというところで、もうそれで、彼女のあれが尽きちゃったんですね。だから彼女は間違ってるんですよ。国民投票を実施すべきなんですよ。実施すべきだったんですよ、というのが今日のメインテーマです。だから英国の問題とから日本の問題、根本問題っていうのは似てるんですね。そっくりなんですね。議員内閣制、そして、天皇制、王制で、イギリス人も王制、イギリスの王制を廃止するという人は圧倒的に少ないみたいですね。ということです。今日のトピックスですね。史上最大200万人デモと、条例改正撤回と長官辞任要求、幹線道路は交通再開、香港ということで AFP ですね。同じような記事を毎日新聞がやってるんですけど、全然鋭さがないんですよね。だから毎日新聞を最初ピックアップしようと思ったんですけど、この AFP の記事に差し替えちゃったんですね。やはり記者、記事を取材して記事を書いてる記者の質が全然違いますね、これね。いわゆる記者クラブ制度の中で、能々として、活動してきた日本の政治社会記者がのいわゆる取材力から批判力がもう劣化しちゃってて、この AFP の記事と比べたらもうなんていうか、なんなんですかね、比較にならないほど劣化しちゃってるというのが分かりますね。から次、香港発、市民1000人余りが立法院玄関を占拠ということ。
ということで、これは田中隆作さん、カードをすりに吸って、とりあえず駆けつけて取材してますということですね。田中隆作さんの機動力はすごいですよね。ガザまで行っちゃいますもんね。この前はベネズエラまで行って、沖縄に行って、世界中すぐ行くというのが彼のフットワークの良さですね。そして、3つ目、安倍首相は真っ青と、年金改正でもよぎる12年前の失敗と、これですね。これが昨日の東京で2000名か2500名の年金デモですね。だこれ12年前の大敗っていうのは、彼が任期1年で、体調不良を理由にして、でも実際は参議院選で大敗したとこういうことなんですね。12年ってことは2007年か。でその時の問題っていうのは年金問題だったんですね。だ全く同じ構図になっちゃってるということですよね。だ彼はイランに行って外交の安倍をアピールして、それを参議院選の目玉にするという目論みで、いわゆる調停役なんかできこないわけですよね。トランプのいわゆる番犬ですから、イランにとっては敵方のトランプが番犬を使者に送ってきたということでしかないわけでしょ。もともと無理筋なんですけど、彼は頭バカだから、その辺の見通しが全然つかないで、闇雲にイランに行って、どうにかなるだろうと。そして一つでも成果があれば、外交の安倍として今何のあれもないんですよね。選挙でアピールできるものは何もないということで、ロシアの4島返還、2島返還もダメだし、北朝鮮にアプローチしても金正恩が志願もかけないと。国内はもうメタメタですからね。それで最後にすがったのがイランに直接出向いて、40何年ぶりに日本の首相がイランの最高宗教指導者にと会ったということだけで飛んでったんですけど、もう完全に返り討ちにして、成果がないどころか、最後はあれじゃないか、日本のタンカーが攻撃されたじゃないですかということですね。ヒーローさんがお茶ですね。ということで、これ真っ青ですね、はい。ついに年金改正払えでも始まるということですね。これが100万人規模とか200万人規模だったら、もう完全に安倍政権だけじゃなくて、自民党自公ファシスト政権打倒できますよね。次4番目、バイデン副大統領らトランプ氏をリードと、2020年米大統領選の世論調査結果ということで、これ面白いですよね。で保守系の米フォックスニュース、2020年大統領選でドナルド・トランプ大統領がジョー・バイデン副大元前か副大統領およびその他4人の民主党候補に有権者の支持でリードを許しているという全米世論調査結果を報じたということで、バイデンともしも戦ったら、
バイデンが 49%、 トランプが 39%、 10% の差があると。からサンダースとトランプの組み合わせでも49-40、ほぼ同じと。それからエリザベス・ウォーレンという非常にまあ左派的な上院議員ですね、彼女とやったとしても、トランプを 1-2 ポイント上回っているということで、全員4人の民主党の候補者、有力な候補者と個別に大統領選挙を戦ったら、トランプが全員に対して負けてるという世論調査が出て、それに対してトランプが怒ってですね、この調査を担当した調査会社、関係している調査会社5社のうち3社との関係を断ったと、こういう彼らしいですよね、ということですね。まあでも彼は何でもやりますから、単なる世論調査で、民主党が勝っているというだけで安心は全然できないですよね。だから彼を最終的に大統領弾劾まで、あるいは刑事訴追まで追い込まないと徹底的な打撃にはならないでしょうね。何でもやりますからね、安倍と同じように。からトランプ氏、米のロシア送電網侵入拡大伝えたニューヨークタイムズ記事を非難ということで、いわゆるサボタージュでマルウェを仕掛けると、日本にも当然仕掛けてですね、スノーデンが暴露してましたよね。もしも日本に反米政権ができた場合、そのマルウェを発動させて日本のインフラを壊滅的な状態にするというシステムがもう出来上がってるんだという恐ろしいことを言ってますよね。ニューヨークタイムズ頑張ってますよね。だから日本のマスコミ、ここまで安倍自公ファシスト政権の権力犯罪を追及できるかと、できないんですよね。ここは違うんですよね。から6番目、米イリノイ州中絶は基本的権利と、多州女性も受け入れということですね。全米50州のうちトランプの方針で中絶を禁止するという州が7州になってるんですね。でアラバマっていうのはもう全面禁止なんですね。特にひどいんですね、アラバマ。だそれに対して、イリノイ州は中絶は女性の基本的権利だということで、他州の女性も受け入れるという決定をしたっていうんですね。まあ、こっちの方が正しいですよね。イリノイ州ですね。で、この記事の最後に、同国アメリカでは最高裁が1973年に女性の中絶権を認める判決を下したが、トランプ氏の大統領就任後、最高裁判事の過半数を保守派が占めており、そうですね、9人のうち5人の 5-4 なんですね。で、反中絶派は1973年の判決を覆すことを目的としていると、こういうことなんですね。で、このイリノイ州のこの決定をしたプリッカー知事、民主党ですね、
中絶が認められていない他州の女性らについても受け入れる考えを示しているということですね。はい、と最後に、今日の重要情報ですね。香港の市民が示したデモの力、それでも橋本徹は日本のデモを否定、安倍政権とネトウヨは沖縄の抗議弾圧を正当化ということで、これリテラですねの記事です。ということで今日の放送はこれで終わりですね。50分ですね、珍しく1時間かからないで、放送が終わりそうですね。ということで、今日もたくさんのコメントと、それからコンティニューポイント、それからギフトですね、いただきましてありがとうございました。時間が51分12秒から視聴される方が同時で50名様、全体で100名様、コメントが38件ということでしたね。ということで、今日の放送、月曜日の放送、お疲れ様でした。終わりです。そして明日火曜日がちょうど放送開始して2800回ということになりますので、よろしければまた合流してくださいということですね。で、ブログ記事の総数が3190回かなるんですね。だこれもまあ3200回の大台にあと10ぐらいですから、今月中には到達するだろうということですね。でブログの方は今年9月から始まったんですね、2007年ですから、今年の9月の27日からで満、12年なんですね。放送が満7年ということで、ですんで、できる体力が続く限り、続けたいということですね。あ、コメント数が合ってますと、最近あれズレがなくなったんですね。ということは、私のコメント数とそれから皆さんのコメント数を合わせたものが39ということなんですね。今までなんかずれてたんですよね。ということで、今日の放送お疲れ様でした。これで終わります。お疲れ様でした。終わりです。